はい、こんにちは、柴畑菜園アドバイザーの富山です。3月のですねベスト5野菜を紹介した時に質問コーナーを設けますよというお知らせをしました。その、お知らせの通り登録者数ですね2万人を突破したのを記念しまして、これから始めていこうと思いますんでよろしくお願いします。それでは一つ目の質問からお答えしていきます。かぼちゃも同様でいいでしょうか。スイカの植え方動画へのコメントです。これは同じように作って作れます。かぼちゃの方が温度に対する適応力高いんで作りやすいです。残さには動物性の生ゴミを入れても大丈夫でしょうか。はい、動物性の生ゴミでもですね分解に時間がかかるだけです。身が詰まってるので中に空気が入りにくいので、分解が遅いだけです。いつもお若いですね。お若いんじゃなくて若いんです。来年は73です。あ、今年か。卵の殻を砕いたものは、良いでしょうか。これはですね3月の石灰は有効か有効かないかというお話の中で出てきたことです。卵の殻でも全然問題ありません。ただ細かく砕いて早く溶けるようにするのはちょっと大変ですね。ベランダでのプランター栽培でおすすめの野菜を教えていただけると嬉しいです。私はですね野菜をですね自由にのびのびと育てたいという思いが強いのでプランター栽培は窮屈なのでやりません。でもちょっと教えてしまうとですねアイスプラントっていうですね野菜があるんですよね。お家でもですね簡単に作れるのでちょっと買ってきて作ってみてください。食べるとびっくりする美味しい野菜です。はい、3月のおすすめ野菜のところで出てきた質問です。全部難しいです。何かこれから簡単な野菜はありますか。まあこれで一番おすすめは単純に言って、いい苗を見つけてトマトを植えることです。これなら黙ってても実がつくはずです。トマト自体の苗にはもう3段分のですね実のつける準備ができてますんで植えるだけで何にもしなくても3段の実は取れると思います。元気で何よりです。これからも頑張ってください。 OK いいね。そうね。2年連続で小芋がマルチより上に出てきます。何が原因でしょうか。これ里芋の作り方の中に出てきた質問です。里芋っていうのはですねこの絵を見ていただくとすごい分かりやすいんですけれども種芋の上にですね親芋ができてその横にですね子芋とか孫芋が出てきています。ですから当然種芋をですね浅く埋めてしまいますと次に出てきた親芋とか子芋が土から飛び出してきてしまいます。それをですね土寄せという作業で埋めていくんですね。それで高く畝を高くしていくのが里芋の栽培法です。もしですね、ズボラにして育てたいというなら種を逆さにして植えるっていう方法もあります。この方法ですとですね親芋がですねできるのが、結構地面の中なので、飛び出してくることがありません。そういう逆さ植えも試してみたらどうでしょうか。答えになってますでしょうか。里芋頑張ります。はい、植えたらですね頑張らなくても実はつきますんで安心してください。野戸山さん今度はワイルド。褒めていただいてありがとうございます。今年に入って久しぶりにひげを生やしました。結構、評判いいです。本人が言うのもなんですが孫がいいって言ってくれたんでしばらくは切りません。次はですね、次の質問連作障害のところで来た質問です。小さな畑のため3から5年のおすすめの輪作栽培プランなど教えていただけると大変嬉しいです。連作障害は私は気にしませんので気にしないでやってください。それでですねトライアンドエラー、成功したらあなたの知的財産です。したら教えてください私に。次の質問も連作障害のところで来た質問です。いつも見て勉強しています。トマトも連作して大丈夫ですか。失敗したくないので大丈夫です。私は3年間市民農園で、トマトを3年同じところで植えました。その時は送りませんでした。そこは3年契約だったので4年目は、分かりません。でも大丈夫だと思います。じゃがいもの種芋を段ボール箱に保管してきましたらもやしのような芽が生えてきましたが取り除いても大丈夫でしょうか。ですね芽がですね折れてなければそのままそーっと植えてください。折れてしまったらですね取り除いてください。他の場所からまた新しい芽が出てくる可能性がありますのでそのまま植えても、構いません。
次の質問はですね、春ジャガイモの植え付けのところに寄せられた質問です。昨年の栽培は最初からマルチをして、芽が出てからマルチを少し破って芽出し、収穫までそのままにしていました。収穫したメークインは大きかったのですが、ほとんどの芋にコブができていました。この原因は温度が上がったためでしょうか。芋のですね、変形を防ぐにはですね、異常な高温にならないように、マルチを外しておく、そんなようなことをしておけば多分対策ができていけると思います。来年はそれでチャレンジしてみてください。質問です。じゃがいもの後作に良い野菜はありますか。じゃがいもって、多分ですね6月の終わり頃までに収穫できます。それで結構土も肥沃になってますんで、その後におすすめは7月上の、人参です。ジャガイモは美味しいですよね。大変参考になりました。そうです。この体はジャガイモが作ったんです。次はですね、ミョウガの栽培のところで、出てきた質問です。植え替えの方法と時期について教えてくださいという質問です。ミョウガの植え替え時期なんですが、ミョウガの収穫っていうのは7月から9月にかけてあります。その時期を避けてですね、10月から12月、またはですね1月から3月頃が一番適してるんじゃないかと思います。ミョウガはですね連続して何年も栽培できる野菜なんですが、だんだん地下茎が混み合ってきてですね、だんだん行き詰まってきちゃうんですね。ですから3年から4年おきにですね、一度掘り上げてその地下茎をばらして広げて植えるとですね、また元気を取り戻してどんどん収穫量が増えてきますので、楽しんでみてください。タヒチは、種を購入してます。育てるの楽しみです。ぜひ育ててください。私はタヒチに行って海で泳ぎたいです。違いますか。これは話が違いますね。でもスイカのタヒチも大好きです。ヨトウムシの語源は何なんですか。語源はですね知りませんけれども、ヨトウムシっていうのを漢字で書くと意味が分かりやすいです。夜に盗む虫と書きます。もう1ミリぐらいの、ヨトウムシが、最後にはですね、5センチぐらいまで丸々と太ることがあります。その分葉っぱを食べるんですね。すごい勢いで食べます。分かりやすくて笑顔が素敵です。頭が悪いから笑顔で勝負してます。よろしくお願いします。はい、質問コーナーこれでおしまいにします。この企画はですね、2万人の登録者が達成記念としてやりました。好評だと続けるそうなんで、皆さんいいねがたくさんあったらまたお会いできると思いますんで、よろしくお願いします。参考にしてください。よろしかったらチャンネル登録といいねボタンを、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。笑顔でいきましょう。